こんにちは、昇降機チャンネルです。今回はね、エアコンを使ってしまったというコミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。僕ね、去年の夏はね、エアコンを使わずに、扇風機だけで乗り切りまして、で、今年の夏もね、エアコンは使わずにね、扇風機だけで、乗り切ろうと思ってたんですけどね、8月8日か8日ぐらいからね、寝るときにね、エアコンを使うようになったっていうことをね、以前上げた動画でね、ちょっと話したと思うんですけどね。で、結局8月8日ぐらいから、寝るときだけなんですけど、エアコンを使うようになって、で、結局8月25日ぐらいだったと思うんですけど、そのあたりを最後にもう使わなくなりましたね。はい、エアコンに関してはね。はい、で、もちろんその使わなくなった理由っていうのは、朝晩がもう涼しくなってきてね、過ごしやすくなったっていうところで、昼もね、もうそんな、暑さっていうのもやっぱりその落ち着いてきたところが、あってね、やっぱり昼間そんな暑くないんでね、部屋の中でやっぱりその熱がこもらないっていう部分も、やっぱりあってね、寝る時もね、やっぱりその扇風機だけで十分なんですよね。はい、それで、今日9月1日ですけど、もう1週間ぐらいはもうクーラー、エアコンはもうつけずに過ごしてますね。はい、基本的にその家にいるときはね、ずっと扇風機をつけてるんですけど、一番弱いところに設定して、で、寝るときも扇風機つけてるんですけど、で、扇風、前はね、そのエアコンをつけて寝れたときは、下はパンツ1枚で、上上半身裸みたいな感じで寝れたんですけど、今はね、もう扇風機はもう一番弱いところに設定して、で、下はね、まず相変わらずパンツ1枚なんですけど、もう上はシャツを着るようになって、寝てますね。はい、もうその扇風機をつけて寝る感じでもね、一番弱いところに設定して寝るっていう感じも、やっぱり上半身裸だとやっぱりもう寒く感じますね。はい、で、8月25日ぐらいで、エアコンを使うのもやめたんで、で、今後っていうか、9月以降はね、もう多分使うことないと思うんでね、結局2週間ちょっと使ったっていう感じでしたね。はい、今年の夏はエアコンをね。はい、で、月末にね、その電気代のどれくらいかかったかっていうのが分かるんで、5000円ぐらいはちょっと覚悟はしていたんですけどね。はい、でも8月29日ぐらいに電気代が、銀行からね、引き落とされてまして、それで分かったんですけど、1600円ぐらいでしたね。はい、思ったより安かったですね。はい、で、普段が電気代800円ぐらいなんで、ちょうど2倍ぐらいっていうところで、それ見た時はちょっと驚きましたね。はい、大体半月ぐらいクーラー使って、これぐらいで済むんだなっていうふうに思いましたね。はい、結構そのこのマンション、家賃2万円のマンションなんですけど、結構そのついてるね、エアコンが新しいタイプのエアコンなんで、そういうのもあると思いますし、あと設定温度がね、28度とかにしてたんで、そういうのもあって、そんなに電気代が上がらなかったのかなっていうふうに思いましたね。はい、で、
今月、まあ9月からはね、まあもうエアコン使うこともないんで、また800円台ぐらいに、まあ電気代は戻るんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい。で、まあ、大体そのエアコンを使った月のね、まあ、電気代がまあ分かったっていうのも今あるんでね。で、まあその電気代がね、まあ結構その思ってたより、まあ安かったんで、まあ来年のね、まあ夏、まあ来年以降ね、まあ夏場ね、まあどうしてもやっぱりエアコンをつけないとやっぱりきついというかね、まあつけないと、まあつらい、まあ寝苦しいような時はね、やっぱりエアコンをまあ無理せず使っていこうかなっていうふうに、まあ思っていますね。はい。まあそんなにまあ電気代はかからないことがまあ分かったっていうところがやっぱり大きいですね。はい。まあこれでまあ結構そのね、まあ電気代がまあ1万とかね、まあもしその月でそれぐらいかかるような感じだったら、もうエアコンをまあ使うのはね、まあ来年以降はね、まあ我慢して、まあ扇風機だけ、まあまた乗り切ろうかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ意外とね、まあ安かったんでね、はい。まあ来年以降、まあ本当にまあ暑くてね、まあ寝苦しいような時は、まあ夏場はまあ使っていこうかなっていうふうにまあ思いますね。はい。まあそんなところですね。はい、終わります。